まず文章は向いてないです。あなたは分かりにくい、この文章、それができない人はですね、文章は向いてないんですよ。私は27歳女性、身の回りには一人で生きる準備を進める友人がたくさんいます。一人で生きる準備を進める女性、なんか結婚しないってことですね。挫折と理不尽と多く経験し、その経験や感情を良いものと捉えていますが、友人たちにはできることならその経験を経る際に苦しみを最小限に迅速に抜けてほしいと思います。友人を含め私以外の人たちにこの経験やたどり着く答えを伝える方法を探しているのですが、思考を表現したり考えを表現したり伝達するというための手段というか術が全く手つかずです。対話ではうまくできるのですが、残すとなると文字、絵、音楽どれも良いもので、どこに手をつけていいのか分かりません。表現のツールや媒体についてお話していただく機会がありましたらどうぞよろしくお願いします。野島さんだ。野島さん、一つはっきりしてるのは、まず文章は向いてないです。あなたは分かりにくい、この文章。要するに野島さんが言ってることはまとめると、結婚とか男性と同居することっていうのは女性にとって、特に結婚制度ですね、女性にとって理不尽だから無理にしようとすると挫折する。これ1つ目。2つ目、しかしその理不尽とか挫折を経験するのは私はいいことだと思っている。2つ目。3つ目、でも理不尽や挫折は苦しいことには変わりないから、私の知り合いにはコスパよくくぐり抜けて、さっさとその理不尽や挫折っていうのを最小限の痛みで経験してほしい。4つ目、この私の考えっていうのを対話だったら伝わるんだけども、もっとたくさんの人に効率よく伝えたいっていうことだと思うんですよ。言いたいことをあらかじめ箇条書きでまとめる癖がついてると、その箇条書きを書いた上で相談文っていうのが作れると思うんですけども、それができない人はですね、文章は向いてないんですよ。野島さんが書いてるですね、例えばその文字とか本にするっていう考えはあんまりそっちは向いてないと思うんですね。おまけに確かに効率よく伝えるには、自分が一方的に何か書くなり作詞するなり歌うなり表現をして、それをたくさんの人が聞いてくれるという1対他のメディア、1人対多数のメディアが確かに有利なんですよ。だから僕みたいに YouTube で喋って配信するという方法もあれば、野島さんの考えていることを漫画にするとかですね、小説にするとか、いろんな考え方があると思うんですけども、この文章、相談の文章から分かるのは、野島さんは割と主観的な人なんですよ。客観的な人ではない。客観的な人ではないということは、つまりこれが伝わってるかどうか、多数の人に伝わってるかどうかっていうのをあまり確認できないタイプだと思うんですね。で、そういう人はその1対他のメディアに向いてない、主観のみで伝えた方がいい。つまり相手の顔色を見ながら自分が喋って、相手が質問してきたり問い返したり反論してきたり同視するたびに言葉を重ねていくという対話法が向いてると思うんですね。だから現在でも対話ではうまくできてるのですけども、それが一番向いてると思います。1対他のメディアは向いてないと思うので、今の通りでベストだと思います。それ以上考えるんだったら、どうしてもだったら作詞して曲つけてもらって自分で歌うかぐらいでしょうね。割とね、これ少女漫画家ではやってる人多いんですよね。東村明子さんとかですね、いわゆる実はその結婚っていうのは女性のゴールではなくて、一人で生きていくことっていうのが結局は結論なんだよ。でもそこに至るまでいろんな痛みとか挫折があるけど、それは決して悪いもんじゃないっていうのは、トップクラスの女性漫画家みんな書いてる題材なので、実はそんな珍しいものじゃないんですね。なのですいませんけども、メジャー系の媒体は狙わない方がいいと思います。小説家になりたいと思っています。小説家になるためには時間が必要です。自分はまだ小説を400冊程度しか読んでいません。それで終電まで働く仕事を辞めてしまいました。しかし小説家に皆がなれるわけではないと思います。もう32歳です。どこかで締め切りを決めてやるべきでしょうか。自分で決めたことなのですが、どうしても今の不安定な仕事と将来の見えなさに不安に陥ることがあります。32歳はですね、もう32歳ですという年ではないと思うんですけどね。漫画家は確かに漫画家になるのに早い遅いはあるんですよ。それはもちろん浪速金融道を書いた作家みたいにですね、その40超えたり50超えたりしてから漫画家としてデビューして一線の作家になれるという例もあるんですけども、本当にレアケースなんですね。それは何でかというと、古くなるからなんです。絵っていうのは見た瞬間に見た人が古いなっていうふうに抵抗感を持っちゃったりする、そういう生理的嫌悪感というか、そういうようなものを持つ。だから一瞬にして売れる場合もあれば、もう何年も何年も時代に合わないというだけでその人の描きたい絵を描いてるんだけども、逆にそこがダメだという場合もあるんですね。でも小説家っていうのは、文体とか文章っていうのは流行り廃りがあまりないんですね。ある程度はあるかもわかんないけど、よっぽど特殊なものでない限り、例えば極端に若い人向けとか、あと中学生向けとか、あと単語だけで作るみたいな特殊な純文的な書き方をしない限り、文章というのはそんなに古くならないんですね。小説家になるためには時間が必要です。自分はまだ小説を400冊程度しか読んでませんっていうの。小説家になるには別に小説をたくさん読む必要ないと思います。終電まで働く仕事を辞めてしまいました。終電まで働く仕事を辞めたのはいいです。新しく仕事すれば。もう32歳でそろそろ締め切りよっていうのは、デビューできないことで不安になってるんだと思うんですけども、一発屋芸人として名前が売れたら、そこから先多分 8.6 秒バズーがずっと「ラッスンゴレライはもう古いよ」とか「前のラッスンゴレライに比べればなんだな」というふうなことで、多分2年とか3年ね、低迷の時期あるんですよね。でその低迷の時期に諦めずにやってたら、もう一回再トライのチャンスが来るかもしれない。でも来ないかもしれないというところにかけるわけですよね。32歳っていうのは別に42歳52歳まで続けるのが僕はいいと思いますね。小説家になりたいと思ってる限りは。それはさっきからコメント欄で「ラノベ目指す方がいいよ」とか書いてあるんですけども、別にジャンル気にすることもないと思います。これから先何が流行るのかも分かんないのでですね、小説家になりたいならば小説を書くしかないんですね。小説家になりたいと思ってても何にも本当に状況は進まないので、ひたすらですね書いて新人賞に応募してください。そしたら漫画家だったら絵が古いっていうふうなことで一次選考で問答無用でポン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 落とされるんですけども、小説の場合は何年も何年も投稿していて、ちゃんと最後までストーリーがある話であれば、間違いなく編集者は頭からお尻まで読んでくれます。僕は小説の新人賞の下読みしてる人と知り合ったことがあるんですけども、その人が言うには、小説の新人賞の下読みで一次選考で問答無用で落とされるものっていうのは、本当に誰が見ても絶対ダメなもんだと。例えば400文字の原稿用紙で300枚って書いてるのに150枚しか書いてないとか、700枚とか 1,000 枚書いちゃった。あと頭とお尻で主人公が違っているとかですね、もしくは途中で主人公が死んで別の人の話になっているとかですね、2つの話を無理やりくっつけてなんとか300枚という文字数を稼いだとかですね、あと途中から作者が演説を始めてしまって、その演説だけでお話が終わるとかですね、そんな小説じゃないものをひたすら落としていくのが一次選考の大半だっていう。なので、ただもう慣れないうちはどうしても書けないですから、締め切り通りに書けないですから、新人賞の締め切り通りに書けて最後まで内容がある話を書ければ二次選考ぐらいまでにはいけるはずなんですね。でこれはもう本当に回数と、あとどれぐらいチャレンジするかです。でそこから先3次選考4次選考になってくると、ようやっとネタが面白いかっていうことになってくるんですよ。でそのネタっていうのは、32歳で小説家にまだなれないっていうことは、全くのフィクション、頭の中だけで考えた話で勝負しようというジャンルは向いてないってことだと思います、正直な話。なので自分の実体験を交えて、その実体験をずらしていく話ですね。例えばそのコンビニでバイトしてるんだったら、コンビニでバイトしてることを利用した話を書くしかないのに、まだ心の中のファンタジー体験だけで書こうとしてるとか、そういうふうなことが多いんじゃないのかと思いますんでですね、一番ですねやっぱりよく言われるんですけど、デビューしやすいのはミステリーとあとホラーなんですよね、基本的に小説は。なのでミステリーとホラーっていうのを、自分が書くものをいかにミステリーっぽくするのかとかホラーっぽくするのかっていうずらしを考えながら、新しいものをどん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 書いていってもらうのがいいと思います。上島龍さん、23歳、10万文字の小説が書けなくて悩んでいます。私はこれでも小さい頃から小説家に憧れているのですが、なかなかどうして10万文字以上の長編が書けません。どうやったら書けるようになりますか？コメントで今流れてる通りですね、オムニバスといって短編の組み合わせで長編にしちゃえばいいだけなんですけども、どちらかというと短編書けない人の方が小説家には多いんですね。職業小説家になってくれば長編っていうのはキャラクターがもう自分の中に降りてきて出てきてしまえば、そいつらが勝手にしゃべるから、どの時点で終わらせるかとかですね、どういうふうにやって短く読者が読んでくれるような分量、いわゆる10万文字程度に収めるかの方が難しくなってくるんですね。でもそうじゃなくて短いものしか書けないっていうんだったらばですね、さすがに 2,000 文字 3,000 文字でショートっていうのは構成が難しいと思うのでですね、 5,000 から1万文字ぐらいの短編ですねを書いて、それの組み合わせでオムニバスで勝負するのがいいと思います。でそうじゃなくてやっぱどうしてもですね、本格的な小説家ですか、長編を書こうとするんでしたら、決定的なね解決法はないんですけども、よく言われるのがですね、自分の好きなシーンだけ書くということですね。自分の好きなシーンを書いてあまりつながりを考えない、そうすると長編にはならないんですよ。冒頭のシーン書いて、クライマックス書いて、エンディングだけ書いて、それをそのままほっとくんですね。そういう作品を何作品も何作品も書いて置いておくと、2つ以上の作品がね頭の中で融合してくるんですよ。何でもいいですからですね、自分が面白いなと思ったシーンとか書きたいなと思ったシーンばっかり書いて、ある程度分量が決まってきたら A というストーリーと B というストーリーとか C というストーリーを混ぜて、無理やり一つながりにしてください。もうワンピースにしちゃうんですね。そうすると矛盾が生じてくるから、もしくは主人公がコロッと変わるから、それの間を埋めるブリッジ部分書かなきゃいけないんですよ。でこのブリッジ部分って書いてみたら分かるんですけど、割とね分量いるんですよね。エヴァ商法で書いてるけど、エヴァはこんな作り方してないまあ好きなシーンしか作らないっていうのは安野君的であるんだけども、このブリッジっていうのは結構ね手間がかかるんで、これやったらですね10万以上ですねあっという間になると思います。そういうふうな小説の書き方してる人っていうのは、日本のですね文豪でも西園寺長五郎とかですね、そういうふうな時代小説とか書いてる人たちっていうのは、巨大な半紙にバーッと何行かのメモを書いて、それをものすごい広い大広間にバーッと半紙をそこら中に置いて、はしごに登って上から見て構成案考えたそうですね。でそれは今でいうカード方式で、もしくはアウトラインプロセッサー方式とも言うんですけども、カードにバーッとメモを書いて、それを前後させてお話を作るという、割とエロゲーみたいなエロゲーのシナリオを作るみたいなことを「二例の木は残った」などの西園寺長五郎もやってたそうなんですね。それはもう明治から昭和の文豪みたいな人たちもみんなやってたそうなのでですね、あまり長編小説を書くことを考えずに、とりあえず書きたいことをどんどん書いて、それを無理やりつなげようとしたら勝手に長くなるのでですね、頑張ってみてください。